ね、この人はやっぱ中心に来ると思います、はい、もうそして東山はね、はい、もう守備も堅い、攻撃も多彩、はい、これは相当強いチームですから、それも高橋に集めていません、そうですね、それは大事です、向こうはもう高橋君これでマックスできましたね、バッターアタック、持っていても3枚ブロックつけますから、奈良さんはね、ネットインになりました、さあこれ3枚いきます、あと2セット、ライト、あーっと、ブロック、1枚ブロック、1点目東山、奈良市のここはいいサーブレシーブ、耐えた高橋圭波、何点差、東山高校のオフェンスです、トーマほとんど動かず真ん中に入っていきました、今度は奈良市のストレートコース決めていった高橋圭波、2点差、時間が多くてね、はい、その決定率もちょっと高かったと思いますね、はい、ここはブロック2枚いっている奈良市の東山のオフェンス、ブロックは今度は3枚だ、伝統のサイド3枚ブロック、佐々木サーブの前に大きく息を吐いた、スッとセンターに入る、高橋圭波、鈴木監督も非常に器用な選手なんですという話もしていました、真ん中をまだ使っていったトーマ、ブロックは2枚です、ラリーリズムが出てきた習志野高校、ブロックはサイド3枚、藤井今度はどうする、バックアタック、エースがこの第2セットでいいスパイク、そしていいブロックを見せ始めています、ここも1枚で飛んだ、ブロックは3枚止めた、2、3年生を超え見事に応えてきました、奈良篠のセットポイントは変わらず、ここは苦しい体勢、高橋圭波フロントロー、ブロックは3枚、後ろからのハイセット、またブロック、前は高いぞ、また3枚だ、チャンスボールは習志野高校、高橋圭波、伝説してくるんでね、ちょっと嫌ですよね、平山の強気のジャンプサーブ、またハイセットに当たりました、ブロック、高橋圭波止めたか、3点差、トーマ、ここは真ん中に落として飛んでいるチャンスボール、習志野シークイックまともには入れない、高橋圭波ブロック打ち抜いた、これ使ってない攻撃されるとね、はい、相手びっくりしますね、浅野場を取り出す、ストレートレシーブよく拾った習志野、高橋圭波バックアタック決めました、前話をしました、2年生スッとセンターに帰った、遥か上、高橋圭波のコーナー返り討ちなるか、男子の2回戦が始まりました、習志野のサーブから試合が始まっています、さあいきなりラリーになりました、高橋圭波だ、やっぱり高い、はい、今年はセッターのナンバーを中心に非常に、まあ、オフェンスは速さがあるというのが特徴だと思いますけれども、あのクイックダブルクイック入ってね、時間差攻撃とか、はい、あとサイドの速いパス、はい、ソメヤのサーブ、ここはいいサーブになった、サーブレシーブ崩された、サイドブロックは3枚、またチャンスボールになる、ブロックを打ち抜いていった、高橋圭波フロントローです、ボールは返りません、自分自覚をしています、3対3、さあ両チーム点を取り合うというスタートになりました、強烈なクロス、今度は抜いていった、何でしょう、一人でなんとかするってやつですね、そうですね、はい、はい、はい、ブロック挑んでいくという松本春奈両エース、で五十嵐セッターが上げました、ここはバックアタック、
はしっかりと決め切りたい、そんな風な話もしていました。いいサーブになりました。さあチャンスボールが回ってくる。ブロックは2枚だ。ブロック止めた高橋圭半。完全に玉野高蘭のオフェンスを飲み込んだ。ここで切り返したい。ブロックの先です。丁寧に返しました。ここはクロスコース強烈高橋圭半を取り戻そうというタイムアウトでした。さあここから玉野高蘭のバレーが見せられるかどうか。ブロックの先ジャンプトスだ。いいトスが上がった。ストレート。一生は残りませんがリベロがしっかりとサーブレシーブを返しています。やや五十嵐ずらされた。ストレート。打数多くなると思いますが、でしょうね、ミドルもね、はい、ミドルの小田5番小田選手、はい、小田選手がやっぱり決定率高いので、はい、小林さん両チームどう入るか大事ですね。ですね。サーブで攻めていった。3枚ブロック打ち抜いていきました。ピンクよりも時間差とか、はい、あそうですか。あの高いとしてバックアタックを、はい、いた。ここはサイドで高さを見せました高橋圭半です。角度ね、しっかりと練習はしましたからね。そうですね。サイド高いトスクロスコース高橋圭半。ちょっとあ、はい、少し焦り出てきてますかね。ここは高橋圭半に託すしかない。まあ、下に落とすって言うんですけど、下に落とすとブロックされやすい日なんですけど、はい、今日はね、はい、各チームね高橋圭半、まあ、いいですね、高さありますね。これは繋がりません。東福岡のディフェンスです。戻りました。このローテーションは前ブロックは高いぞ。どうする。高橋圭半13対13同点です。やや近藤ずらされたぞ。時間差には3枚いっている。藤野がナイスフォローだ。ハイセットになります。高橋圭半セットは東福岡高校が25対21で取っています。さあ2セット目終盤です。高橋圭半決めた。の3回戦習志野にとっては大一番です。高橋圭半習志野まだ終わるわけにはいきません。クイックだ。反応しました。スパイクレシーブ近藤。そしてスタンディングブロックは3枚。よくフォローに行きました。ハイセット後ろからのトス決めた高橋圭半。高橋圭半に託すか。大エースだ。1点差。一方習志野はまだ大エース高橋圭半はバックロー。センター線できたか。ボールはつながっています。吉原うわ最後の平行ブロックについている。ブロックアウト。最後はキャプテン吉原が決めました。28点目東福岡高校。